初めてだったけどすごい体験させてもらいました。はい、好きやね。乾杯。俺の身を任せて結構酔っ払ってるかもしれない。めちゃくちゃ傷ついて人と話せなくなるっていう。こんばんは、スニーマーケットのギターボーカル風間貴文です。愛されちゃ消えない思い出は学ばれて過ごした今日の日は悪くはない、今日いつの日か笑える日か。メジャーデビューするスリーマーケットさんの、はいはい、ありがとうございます。動画を配信することになりました。ありがとうございます。わ、かっこいい動画が多分作られるところですね。ひょっとして企画我々いろいろ考えたんですけど、はい、まあ、以前あの打ち合わせさせていただいた時に、はい、痛みなくして成長なしっておっしゃったの覚えてますか？そうですね、やっぱ成長したいからみたいな方がいい。ああ、成長したいから。痛みないとやっぱり人って成長しないんで、痛みないと人間ってぬるま湯に使っちゃうんで。メジャーデビューも控えてるじゃないですか。なるべく成長した方がいいですよね。そうですね、成長した方がいいですね。ということなんで、メジャーデビューすると、はい、やっぱりいろんな人とコミュニケーションを取って。そうですね、まあ、もちろんファンも増やしていかなきゃいけないし、はい、コミュニケーション能力を上げていただこうということで。あ、なんだろう、なんだろう、なんだろう、はい、相席屋に行っていただきます。相席屋。本当に知らないんですけど、システムだとマジで緊張する。よろしくお願いします。すいません、1名ですか？あ、1名なんですけど、こちらご説明させていただきます、はい、お願いします。男性のお客様が相席料金本日10分あたり、こちらの料金が自動延長します。自動延長ですので、こちらからの時間の小分け等はございません。はい、席替えというのができますので、こちら QR コードを読んで席替え希望というものをご注文していただくか、いわゆるそれがチェンジできます。そうです、チェンジ。こちら一応2名様からのご利用にはなりますので、はい、本日は特別で1名様でのご利用させていただきますので。女性も2名、はい、女性も2名様からなるので、こちらの席でご案内させていただきますので。こんなカラオケみたいなところなの？無理だよ。コミュニケーションを取っていただくためにミッションを用意したんで、一定のポイントを超えられないと、はい、ちょっと罰ゲーム。罰ゲームだよこれ、もう罰ゲームですよ完全な。今回やっていただくミッションはこちらになります。無理だってまず2つ目のやつも無理です。女性の飲み物一口もらう。相当仲良くならないとこれもう絶対できないやつ。これふざけすぎでしょ。この2つはもう絶対できないやつ入れて。無理。もうちょっと LINE を聞くとかインスタを聞くとかそういうやつだと思ったんですけど。じゃあ準備します。来ますよとかないんですよね。もう来るんですよね。いや、もうカメラをセッティングしたら来るから。失礼します。はい、あ、よろしくお願いします。こんばんは。あ、すいません、ありがとうございます。ようこそ。すいません、一人しかいないんですけど大丈夫ですか？こんばんは、すいません、なんかすいません、一人でもちょっと2名分頑張るのでよろしくお願いします。はい、お待ちいただいていきます。はい、いただきます。はい、乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。すいません、こういう感じなんですね。なんかもっとでも盛り上げるのかと思いました。なんかちょっと煽られるのかなと思ったんでちょっと安心してたんですけど。いいですか？ちなみにここで超美味しい、一番美味しいみたいなやつってあったりするんですか？一番人気はローストビーフ。ローストビーフ。じゃあ店の最高のやつをお出しください。ちょっとプレッシャーかけます。よろしくお願いします。はい、ます渋谷はよく来られるんですか？職場が渋谷？あ、すごい。普段ですか？あの音楽をやってます。すいません、チャカチャカ弾いたり。大体こういうのやってます。それにこう、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに どんなお仕事を？私はバーです。バー。バーってどんな感じなんですか？はい、
はどんな感じ？普通の本当にバーです。おしゃれタイプ、それともちょっとにぎやかな、にぎやかなワイワイ系です。はい。ここだけの女性のお客様、ご移動させていただきます。はい。ご準備お願いします。参りますので、少々お待ちください。とても勉強になりました。すいません。ありがとうございます。どうも。無理だろこれ。ちょっと。しかない。はい。どうすればいいのか。本当にちょっと無理ですよ。あれですよね。あの人が押したからチェックしてほしい。恐ろしいです。何もしてないのにひたすら振られた気持ちになるって今日。くそー。ありがとうございます。これもう食べれないじゃないですか。だってこの後来た女性がこんなに食えるわけなくないですか。誰かのおじやったもん。いや、それうまくやったらいいと思います。また女性どんどん来ますんで、どんどん来ないで、なんとかちょっとミッション、はい、ミッションちょっともうちょっとハードル低いポイントのやつ作ってください。いや、無理ですよ。なんでもミッションはい、あ、こんばんは、こんばんは、ようこそ、はい、あ、はじめまして、ありがとうございます。ハイボール一つもらっていいですか。はい、お持ちします。ハイボール好きなんですか。なんか他に何を飲めばいいか分かんなくて。え、教えますよ。ありがとうございます。これはなんかコーヒー、これ知ってます。めっちゃ美味しいやつあります。ありますか。絶対他の飲んだ方がいいですよ。チャンスなさそう。焼酎とかなさそうな空気ですね。焼酎からって、食後は半額で同じできるんですけど、1本300円で。あ、もう全部お願いします。じゃあこちらを全部15ドルです。こちら20ドルです。ありがとうございます。おいしい。久々に飲んだかもしれない。どうですか、おいしいですか。ココナッツですよこれ。めちゃくちゃおいしいです。結構お酒強いんですね。いや、もう結構酔っ払ってるかもしれないです。すいません。そんな感じしないですよ。ちょっとやばい味ですか。やばい味、普通の梅水晶。はい、梅水晶食べます。いいですか、一口いただいて。お、甘いしてもらって、甘いいくんじゃない。いいですか、一口いただいて。ありがとうございます。めっちゃいいっすよ。おいしい。ご質問します。まもなくですね、はい、女性のお客様ご移動させていただきます。はい、ありがとうございました。これ すいません、付き合ってもらってますけど、はい、マジで無理じゃないですかこれ。え、めっちゃ頑張ってるんですけど、マジで無理じゃないですか。確かにちょっと1対2ってちょっとあまりに、うん、あまりに厳しいし、もう酔っ払ってきてますからね。しかもやばいですよこれ。このままだとちょっと風間さんのコミュニケーション能力はあんまり向上されない。はい、いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どういう作戦でいきます？本当に心強いんですけど、僕こういうのやったことなくて、男性2人とか。どうすればいいですか。最初のサッカーを置いてみるんですか。乾杯の時にハイタッチ。はい、よろしくお願いします。できますねこれ。でも確かにその時しかないかもしれない。失礼します。お客様ご案内させていただきます。こんばんは、ようこそ、よろしくお願いします。ありがとうございます。いきます、相席屋で乾杯。はい、乾杯。はい、美味しい。ああ、何飲まれてるんですか。これはただのハイボールなんですよ。ちょっと弱いんですけど。え、シャンディガフとかちょっと一瞬飲ませてもらってもよかったりします。飲んだことない。飲んだことはあんまりなくて、噂でしか聞いたことない。ビール飲んでます。ビールはあります。いいですよ。いいですか、あの逆側掴んでちゃんと。
めっちゃ美味しいですね、甘い。ありがとうございます。席を変えよう。席を。あ、じゃあ私から行きます。あ、挟みます。え、いいんですか。なんて言うんですか。あ、僕はゴミとかでいいです。ダメですよ。優しい。あ、風間って呼んでくれたりです。風間っていう名前なんですけど、はい、仕事も恋愛もどっちもいい感じできる人。どっちも両立。あ、素晴らしいですね。頑張ります。結婚したらバンドやめようかなって思っちゃうかも、分かんないけど。そしたらその相手のために音楽を作んなきゃいけないってなるじゃないですか。音楽がお金みたいになるのがちょっとできんのかっていう。でもその奥さんというか、まあ、結婚したら奥さんじゃないですか、うん、に女性の皆様お呼びさせて。ありがとうございました。楽しいんで。ありがとうございました。一周イエイ。あんまりにいい子すぎて。でもだいぶうまく話せますよ。いや、2人いるんで。次ぐらいがラストぐらいじゃないですか。いいですかね。信じられないぐらい幸せな時間。加藤さんがいるおかげですね。いや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 、もしもししてるだからだよね。だからだよね。失礼いたします、はい、ちょっと無理じゃん。あ、ようこそ。どうぞ。どうぞ。じゃあセンター、このビップみたいな。ビップルームですよ、ここ。ようこそ。携帯は、はい、どうぞ。携帯、捨てといて大丈夫ですか。やだ。ありがとうございます。これ恥ずかしいから。どうも。フライドポテトでございます。ありがとうございます。失礼いたします。ありがとうございます。今来たんですか。今本当に今マジで来た。すみません。シュッてここに通されたんですか。座って、そういうあれなんかジュース頼んで飲もうとしたら声が切れてる。切れてはないね。いつも言われる。切れてるのって。いいっすよ、切れていいっすよ。怒ってるのって。大丈夫ですよ、切れても大丈夫です。じゃん、君怖っ。なんで、すっぴんでちょっと。あ、全然。クラブ行ってそうですね。いや、キラキラキラ。いや、本当に嘘でしょ、うん、クラブはトランスしか行かない。クラブじゃん。トランス知ってる。知ってます。ほんと、はい、パラパラとかがさ、好きだからさ。なんて呼ばれてるんですか。ハルポヨ。ハルポヨ、うん、ハルポヨ。ハルポヨ。二人はなんか白と黒な感じ。焼いてるから。顔だけ白いの。体黒いよ、焼いてるよ。本当だ、なんかグラデーションめっちゃすごいですね。たまたま顔だけ焼いてない。何回言えばいいの、3回目。サラサラ。アルコヨがオコですね。めっちゃ人の話聞かないんだけど。余裕だよ。何でもできる。なんかやってみろって言われたらこんなの。僕めっちゃ陰キャなんですけど、まあ。知ってる知ってる。アーンとかやってみたいんですけど。はい、一度でいいから。やってみたいの？やられたいし、やってみたい。やってみたいんだ。やられたい。やられたいし、やってみたいんですよ。ギャルにアーンされるのが夢だったんですよね。へぇ。挑戦とかさせてくれたり。もう春のタイプ最初に言っていい？はい、あ、ちょっと待って、いいよ。春のタイプを最初に言うから、それっぽく。オッケーオッケーオッケー。それっぽくやれたら、やっちゃうかもしれない。オッケー。ザイル系が好きなの。ザイルって、LDH ね。エグザイルってこういう人いなかったっけ。ああ、大だから顔とかじゃなくて、なるほどね。座り方、あ、はいはいはい、座り方、喋り方、はいはいはい、雰囲気、雰囲気。任せてください。うん、死ぬんだけど。カイロの中のザイルメイン。それ、俺に食わせてみろよ。手入れるぞ。いない子、ちょっと、ちょっと、もうちょっと漫画で言ったら大体わかるから。漫画か。マジか。ベジータ、ああ、異彩かね。ドラゴンボール大好きだからさ。うん、オッケー、ベジータ。ベジータ系でいこう。うん。ふん。ダメだって、それはデコなんだ。今のなんで。死ぬんだけど。貴様らの、その、汚え爪で、ダメだよ、今の本当に間違えた。ちょっと悪い頃のベジータだった。うん、まだブルマと結婚する前の。ブルマと結婚した後のベジータよ。ちょっと待って。ダメ爪でなんて呼ばれて。あいつら言ってたから、だって。こんな綺麗にしてんのに、ね、本当にごめんなさい。もうこれ見て、この恥ずかしそうな大人。ありがとう、でも本当に。嬉しいね。死ぬんだけど。めっちゃ優しいじゃん。ちゃんと食えよ。頑張ったね。欲しいって言うから。あれ、この映画だったら何見る。映画はマジで心にぶち刺さった映画は、
売れてたショーマン。あ、うん、俺めっちゃタイタニック好きなんだけど。本当ですか？めっちゃ好きなシーンがあるんだけど、ちょっと一緒にやってもらったりいいですか？イメージでちょっとできると思うんだけど。船ギリギリでこうやってやってるしか知らない。そう、ちょっとそれやってみたくて。一緒にタイタニックしない？タイタニックする。ついてきてくれ。この船の舵は俺が取る。どうしたらいい？ついてきてくれ。ねえ、どうしたらいいのか。一緒に来て。手を広げて。どうしたらいいのかな。手を広げて。手を広げて。俺に身を任せて。俺に身を任せて。ありがとう。よく来たね。あかりん、じゃあこの下もう崖だよ、崖。大丈夫。俺に任せて。幸せなこといっぱいあるよ。ただ女に触りたいだけじゃないの。ありがとう、ごめん、付き合ってくれてありがとうね。知るんだけど。本当にありがとうございました。一応クリアしたミッションが20ポイント以上だったら罰ゲームなし。罰ゲームなし、はい、今回の獲得ポイント。16ポイントです。おお、すごい。え、本当に？で、得点に応じて罰ゲームはあります。こちらのこの健康食品全部体に良さそうですね。はい、一品だけとりあえず選んでいただきたい。はい、でも何をするか分かんないからな。卵かな。わかりました、卵ですね。今回の罰ゲームは、はい、まあ、相席屋だけに即席健康ドリンクということで、はい、今選んだ卵とベースとなる青汁を混ぜた即席の健康ドリンクを飲んでいただきます。青汁が入ってきたら何でもまずいじゃん。愛席屋に乾杯。本当にさっきの方が500倍ぐらいきつかったです。これを10杯飲めって言われる方がはるかに楽だ。それだけ痛みを伴ったってことは成長しました。やっぱり得れない体験をめちゃくちゃしました今日は。まあ、こんな感じで、はい、先やってきますね。正直終わった時僕は別人になってる気しかしないんですけど。それはいい意味で成長してるってことですね。そうですね。でも今までのファンついてこないかもしれない。エグザイルになるかもしれないですね。いただきます。あれこれじゃ消えない思い出を笑われて過ごした今日の日